昨日のハンバーグ、あの煮込みハンバーグの残りのソースあったんで、おうおうおう、あのオムライス作ってそれかけました。マジで？はい。なんか俺より全然レベル高いわ。いや、そんなことはないっすよ。いやいやいや、あのメイン今日 俺とかあれだよ。俺もう今日さ、もうなんか最近めちゃくちゃ寿司食いたくなるの。わかります。わかる。はい、なんか寿司か食いたくなるから、とりあえず味噌汁物は毎回自分で作ってるから、はい、もう汁物は毎回なんかどうにかして、もう今日はなんか寿司売ってるじゃん。はい、それテイクアウトして、もうそれをなんか食べるのが今幸せや。だ、ゆうたのおじさん、うんうんうん、寿司屋やってるじゃないですか。うんうんうん、で、Facebook で見てあげてるんですけど。あ、そうそうそう、あれからでしょ。すごい食べたいんですよね。そうそうそう、なんよ。俺もそっからめちゃくちゃなんかもう寿司食いて寿司食いてと思ってさ、はい、超寿司食いたい。たまたま地元の人が、うん、この間送ってくれて釣った魚、はい、それで食べましたけど、うん、うまかった。うまかったです。いいね。何これ、西前さんってめっちゃ来てるんですよ。どういうこと、西前さんって。わかんないです。知ってる人じゃないですか。わかんない。え、でも見てる人500人超えてるってすごくない？いや、すごいっすよ。だってさっき遠藤さん入ってるときなんか600近く行きそうじゃなかった？いや、そこまで見てなかったっすね。うん、そう。はい。井上さんめっちゃ肌綺麗。肌綺麗じゃないっすよね。綺麗じゃん。いや、汗かいてるからじゃないですかね、自分らって。でもタクトそんな汗かかないじゃん。いや、まあそうですけど。だって俺の多分3分の1ぐらいしかかかないでしょ。もっとかかない。確かにそれあるかもしれないです。でもあれっすね、バタリントンしてかかないですけど、ダッシュとかしたら、すぐかきますね。もうたコメントしてきた。マジですごいっす、昨日。誰、マジですごいっすって言いながらさ、モータの見たらさ、5000人ぐらいいてさ。いましたね。最初の方かわいかったですよ。タイチを見てる、タイチ。え、タイチちょっとインスタライブしようよ、今から。じゃあ抜けますよ。いやいや、だでもタイチ絶対ね、OK。ここで OK くれないとさ、抜けた時にまた一人になっちゃうじゃん。ああ。それはちゃんとタクト相手しないと、俺の。わかりました。次誰か来てくれる人まで。だから一緒に探して、ね。わかりましたよ。うん。やってそうそうそう。ちょ、タイチどう？タイチちょっと入ってこない？リクエスト。いや、桃田くんとのコラボね、みんな多分待ってるんだけど、桃田がやってくれる。どういうこと？桃田がやってくれれぴ。び。いや、桃田選手はね、うん、いろいろ多分忙しいんですよね。うん、桃田がやるの。ああ、面白かったですね。俺らもちょっと、ズームで笑いながら見てたもんで。あの、ゆで電波悪くて、え、これ何、うん、みたいな感じのところも可愛かったっす。ああ。だって結局あれ何？ラケット？何本？
ラケット5本ぐらい。何ですか？ラケット5本とシューズ4本のプレゼントとかじゃなかった？ああ、すごい。ねえ。そんなしたら自分が使うラケットがなくなります。本当よね。いや。最初何結局なんか太一全くコメントしてこなくなだったけど入ってくれな したいっすね。でも俺プレゼント企画俺さなんか今回さちょっと名刺を作ってもらったの。はい、名刺をあのたまに多分トナミのなんかポスターとかに載ってると思うんだけど、はい、あのジャンピングスマッシュの絵が載った名刺を作ってもらってさ、はい、なんかサイン書くのとさ、はい、その名刺を渡すのってさ、はい、どっちの方がいいんかな、はい、どっちだと思う？あれ？パクト止まってる。え、何も聞こえん、タクト。サイン。やっぱサインの方が多いのかな。名刺にサイン。その名刺にサインして渡してください。桃田にはしっかり俺の住所まで書いて何かプレゼント送ってもらえ。やっぱ名刺にサイン書いて渡すのが一番いいのかな。でもそうなったら名刺一瞬でなくなりそうなんだよな。桃田選手、お返事ください。大好きです。そうっす。なんか、タクトの電波が悪いのか消えたんすよね。だから次、誰か相手してくれる人いれば、リクエスト送ってください。モモティ、あ、そういえば、なんかモモティってなってましたね。次、試合の時もモモティって呼んでくださいって。みんなモモティって呼ぶのかな？どうなんだろう。